こんにちは、アニです。ですね、今日はですね、デフォルマイスタープッシュを開けたいと思ってます。買ったのはですね、こちらです。デフォルマイスタープッシュの、フォーゼ北編ですね。1箱に10個入っていて、一応、ここに書いてあるやつで10種類こうあるので、この1箱で一応10種類全部揃うっていう話にはなってます。ただ注意書きによく書いてあるやつですね。箱で買ったら全部入ってるっていうわけではない素敵な注意書きは、どっかで読んだんですけど、ただ通常は全部入ってるそうです。それでは、開けまーす。はい、開きました。ボックス買いなので、一応開けて、ちょっとお店屋さんっぽい感じに作ってみました。中の箱はですね、こんな感じですね。源太郎と勇気と健吾さんに集めると、この、仮面ライダー部の旗ができるっていう、こういう仕組みらしいです。それでは、一個ずつ開けていきましょうか。一つ目。ファイヤーステーツでした。ライザーはですね、ライダー爆裂シュートですね。なんかいい感じ。どんどん開けていきましょう。2個目いきます。よっ。おマグネットステイツですね。これが俺たちの青春の磁力だ。なんか、源太郎が言いそうなセリフ。3つ目。メテオです。そして、おなじみのセリフ。お前の定めは俺が決める。4つ目いきます。なんか開かない。ポンと。エレキステイツですね。ライダー電光ドリルキック。これすごい。エフェクトパーツとかみたいなのが入ってる。よし。5つ目。宇宙服ですね。誰だとは書いてないです。そしてセリフは、イエーイ。これ、イエーイって言われてもどうしんだかわかんないですね。右1列全部終わりました。やっぱり被らないですね。この調子でいけば全部揃うんでしょう。6個目。フォーゼ。あれ、さっきのフォーゼ。最初のフォーゼは、あれ、まだベスステーツって出てなかったんだっけ？あ、出てないのか。ベスステーツ、セリフは、変身。7個目。かわいい。ベースステイツでマシマシグラに乗ってるやつですね。これちゃんと、ここに後ろからふわっと煙が出てる感じがいいですね。セリフが、3、2、1、ブラストオフ。よし。じゃあもうこれであとね、残り3つなんで、こんな感じですね。左列の後ろ3つ。この3つが
まあ、この3人、仮面ライダー部の3人ってことですね。この3人ってことですね。8個目。出ました。玄ちゃん、かわいい。ちゃんと髪型もしっかりできてますね。セリフ。もう、あれですね。いつものやつですね。俺の夢はこの学校の全員と友達になることだ。うん、単乱もちゃんと、いいですね。9個目。よいしょ。さあ。こう。ケンゴでした。ケンゴもかわいいね。そしてセリフは、俺と君が友達になる確率はゼロだ。あ、これは1話か2話か、そんぐらい、2話だな。2話の時に言ったセリフですね。で、あー、これか。仮面ライダー部の旗のパーツっていうのは、ケンゴは多分この棒が柱なんでしょうね。で、ゲンちゃんも、ここに柱みたいなのが入ってるので、最後の勇気が真ん中の部分なんでしょうね。じゃあ最後10個。開けます。ラスト。これで勇気じゃなかったらもう最悪だよ。出ますよ。ビロ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 ン。なんか紙が出てきた。もしかして。これ、紙なんだ。掴むぜ、宇宙仮面ライダー部ですね。なんだこれ、紙なんだ。俺プラスチックなんだと思ってたら、紙でした。そして、かわいい。勇気です。セリフは、あ、これも、あれですね。もう、何話目だっけ？ 1 話か2話かな？あの、変身の時の、ゲンちゃんに言うセリフですね。変身って言ってレバーを入れてこう。懐かしいですね。いやー。やっぱりフォーゼ、僕大好きですね。よし。うん。はい。やっぱり、ワンボックスで全員揃いましたね。よかったよかった。今日はとりあえず開けて終わったので、今度組み立てたやつをね、出来上がったらまた動画作りたいと思いますので、その時にはまたね、見ていただければと思います。以上、デフォルマイスタープチ、仮面ライダーフォーゼ北編ワンボックス開封動画でした。